2022年4月、群馬県の貴船神社近くにある道楽園に行ってきました。お庭も起伏があり歩いて楽しめ、眼下には貴船神社も見えます。こちらが受付や会計をする建物です。ヤシウツツジがきれいに咲いています。これを天ぷらにして食べます。酒だるが庭の中に点在しています。道楽園は今では作り手さんがほとんどいなくなってしまった希少な酒だるの中で食事を楽しめる場所です。窓がついています。部屋の名前は朽ちていて読めませんでした。まだ肌寒い時期でしたので、こたつとガスストーブがありました。障子を開けることもできますが、寒いのと雨も降っているので閉じたままにしました。天気が良ければ開けると庭が見えて良いと思います。メニューは和定食です。松花堂弁当のような日替わり弁当、いろいろ入っています。とんかつ定食、上州豚でしょうか。私は天ぷら定食にしました。先ほどのヤシウツツジの天ぷらも入っています。ヤシオツツジです。庭に咲いていた花でしょうか。天つゆをつけてしまったので、花そのものの淡麗な味を楽しむことができませんでした。
は自分では買って調理しないのですが、久しぶりに食べて美味しかったです。春の部屋はちょっと狭いですが、大人数の場合はこちらの部屋や宴会場もあるようでした。手作りの赤座の杖です。お店の旦那さんとしばらくお話ししていたのですが、この赤座の杖をくださるということで人数分いただいて帰りました。この動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。